はい、こんにちは。アディションカラーリストの中和樹です。今日は、夏の紫外線によって受ける髪の毛の影響と、その紫外線から髪の毛を守るための対策、ケアについてですね、話していこうと思います。じゃあ皆さん、夏ですね、髪の毛こういったトラブルないですかね。髪の毛毛先引っかかっちゃう、髪の毛パサつく、あと髪の毛せっかく夏に向けて髪明るくしたのにすぐ落ちちゃうといったことないですかね。それはちょっと専門的な言葉を使ってちょっと難しいと思うんですけど話していくと、紫外線によって起きるダメージの原因ですね、原因が紫外線とあと水分、水分と言いますと、汗も、夏なんでね、湿気多いんで、湿気も水分に含まれるんでね、それが合わさると、ちょっと専門的な言葉で言うと活性酸素ですね。活性酸素というものによって髪の毛がダメージしてしまってます。活性酸素が及ぼす影響は、髪の毛の骨格部分でもあるタンパク質ですね、タンパク質を分解してしまうので髪の毛の形状が悪くなってしまって、そこでごわつきや引っかかり、パサつきが起きてしまいます。で、あともう一つが、カラーされてる方で、カラーするときはなんか髪の毛の、メラニンですね、メラニン色素といったものがあって、そのメラニンを分解してしまって染めたカラーが抜けてしまうっていうのも及ぼしてしまいます。そういったものから守るための対策、ケアをについて次は話していこうと思います。1つ目、 UV カットスプレーを使う。 UV カットスプレーはですね、薬局とかにも、もちろん美容室にも、取り扱っているところがあるんですけど、そういった UV カットスプレーはですね、もちろん髪の毛にも使えますし、体ですね、焼けたくないって方は、手足、顔、足使えて、スプレータイプのものなのであまり大きくないので持ち運びにも大変便利です。2つ目、帽子をかぶることです。帽子をかぶることによって、直射日光ですね、太陽からの光守れるので紫外線ケアになります。で、3つ目、帽子かぶるとですね、どうしても密着してるんで、ちょっと汗かいてしまったりとかしてしまって、ちょっとベタつくし嫌だなっていう方は日傘ですね、日傘をさすこともおすすめします。最近だと結構おしゃれな日傘もあるんでね、女性の方でもなんか楽しめてな日傘させるんじゃないかなって思います。4つ目、紫外線からですね、水分なりなんなり髪の毛パサつくといったことが起きてしまってるんで、シャンプーですね、保湿力の高いシャンプーを使うことですね、こちらをおすすめします。って言って、髪の毛 をしっかりケアしていくってことも大事です。これまでですね、紫外線から受ける髪の毛のダメージと紫外線から守るための髪の毛のケアの方法を、ご紹介したと思うんですけど、まだまだですね、暑い季節続くと思うので、今からでも間に合うので、楽しみながら髪の毛をケアしてサラサラな髪を作っていきましょう。この動画が良かったという方はチャンネル登録と高評価お願いします。あとアディションのインスタグラムと僕のインスタグラムでですね、最新のヘアスタイルをどんどん更新してますので、カウンセリングの時の参考にしていただけたらなと思いますので、ぜひそちらのチェックもお願いします。それではご視聴ありがとうございました。